オリンピック見ましたか私ですね、バスケだけ見てたんですよ。私、スポーツ、まあ、自分でやるのはま全く何もできないし、やるのも好きじゃないんですけど、見るのでね、唯一ね、バスケだけ見るのが好きなんですよ。で、今回、えー、と男子も女子も、えー、バスケ、日本代表が出場できたので見てました。まあ、主にね、男子見てました。 日本の男子はね、結構、期待の持てるチームではあったんですけど、やっぱね、オリンピック、そもそもね、出場してるチームがみんな強いんですよ。で、まあ、今回はね、全部負けてしまって、まあ、3試合あって、<laughs> オリンピックの予選で3試合。で、まあ、どの試合もね、まあ、ちょっとチャンスあったなっていう感じだったんですけど、まあ、惜しくも負けてしまったと。で、まあ、ね、今後も期待の持てる選手たち、まだまだ若い選手がたくさんいるんで、まあ、ずっと応援していこうと思ったりするんですけど、 あの男子のね決勝を見たんですよでね男子の決勝はえっ、ー、と日本だとね NHK で深夜にしか放送してなくってもうその1回限りり私普段夜もうすぐ寝ちゃうんですけどちょっとこれだけはなんとか見たいなと思って頑張って夜更かし,してね見たんですよ決勝アメリカ対フランス開催国ですねまあいい試合いい試合でした でまあ、もう,もう結果出てるんで言いますけど、まあ、肩のアメリカさすがですよね。えー、あーまあやっぱバスケットといえばアメリカなんですわ。まあめちゃくちゃ強かった今回も本当にね、ドリームチームと呼ばれてあのー、バスケットね NBA っていうアメリカにあるリーグがまあ世界最高峰なんですけどまあ、そこの本当にスター選手たち。なんかこの、 この選手とこの選手が同じチームとしてプレーするのを見られるのかっていうのが本当にね、まあ、豪華な試合だったんですけど、まあ、あの私がもっともと言っていいかもしれません、注目してた選手が、ね、レブロン・ジェームスという選手ですね、えー、素晴らしい選手でキングと言われてたりしますね、もう生きる伝説なんですよ。えーとね、現在39歳で、えー、ロサンゼルス・レイカーズというチームに所属しています。 あの日本人のね、八村塁選手が所属しているチームです、ね。もう八村選手のね、師匠的存在と言っても過言ではないかもしれません。まあ、すごいんですよ。で、まあ、そのレイカーズってチームもね、あの名門のチームでね、まあ、日本の野球で例えるとね、まあ、ジャイアンツみたいな感じ、もう昔からもう人気のあって強いってされるチームなんですけど、まあ、そのね、レブロン・ジェーム三39歳で代表で出てたんですよ。 でね、レブロン・ジェームズっていうのはどういう選手かっていうとあのー、何でもできるもう本当にパーフェクトなんですよ、あのー、身長がね 2m6cm かなで、えー、パワーがまず半端じゃないパワーがある体ムッキムキでスピードも凄まじいでシュートタッチは柔らかくてめちゃくちゃうまいでスリーポイントも打てるだからものすごいスピードでこうドリブルからダンクシュートを決めたかと思えばすごいゴールの離れたところから えー、スリーポイントトシュートも決めるともう本当に、ね、できなないいことがないディフェンスも素晴らしい。もうできないことがないんです。もう本当にか今のバスケット、そういう感じになってきてるんですよね。なんか一昔前はバスケットってこう分業性っていうか、なんていうんだろうな、こういうことが得意な選手、こういうことが得意な選手っていろいろあった例えばですけど、大きい選手があの高い運動能力を保つのはまあ無理なんじゃないかっていう常識だったんですよ。な2メートルを超えるような選手が あのー、細かなプレーをしたりとか速く走って、まあ、そもそも難しいんじゃないのっていう感じだったんですけども今は本当に常識が変わっちゃって2メートル以上ある選手がもう走れるしスリー打てるしだからその辺が当たり前になってきちゃっててまあそのもう本当に最高峰と言ってもいいのが、まあ、レブロン・ジェームスなんですよでね39歳ですよでバスケのね選手で39歳もかなりベテランです 30代後半の選手は、まあ、多くはないですね。まあ、もちろん結果残せない選手、どん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 、まあ、引退していってしまうので、そこまで残ってるっていうのがすごいんですけど、あのね、プレースタイルが本当ね、すごいんですよ <laughs> あの。どうすごいかっていうと、あのバチバチいくんですわ <laughs>。なんだんバチバチっていうのはって。なんかこう 長く現役を続ける選手ってこう年齢に合わせてこうプレースタイルが結構変わっていったりするじゃないですか。何だろうな、例えば野球の選手でいうとこう若い頃はこう速球でバシバシ攻めていくようなピッチャーだったのが、えーまあ、晩年になってくると、何ていうかこう技巧派というか変化球とかそういうのを混ぜていくみたいな、まあ、球速がね落ちてきたりとかそういうのあると思うんで、まあ、その体の衰えを経験でカバーするような、まあ、そういったプレースタイルに変わっていくことが多いと思うんですけど、レブロンはね、 あの今,今がピークなんじゃないかって思えるぐらいあの今あの39歳という年齢で多分20代の前半二十2歳早いとまあ大学卒業ぐらいから即 NBA 入ったと思うんですけど、まあ、その頃からそのプレイスタイルがもあんまり変わってないですよねもうぶつかりもう思いっきりぶつかるしあの走るでも早いしっていうなんか若い頃のプレイまあもちろん上手くなってる。 経験を通してね上手くなってるんですけどそのプレースタイルでも全然変わらないっていうそういうねすごい選手なんです。でねあのー、年齢を重ねてるのになんでそんなことができるかっていうとねまあもちろんね才能っていうのは、まあ凄まじいものがあると思うんですけどやっぱね体のケアめちゃくちゃ気使ってるらしいんですよね。なんか食事とかあとまあ,あの練習後とか練習前のいろんな。 ルーティーンとか含めてすさまじいらっしゃる、なんかめちゃくちゃお金かけてるみたいな記事をね、前に読んだこともあると思う、あったと思うんですけど、まあ、すさまじいんですよ。で、そのすさまじいプレーを裏付けるだけの準備をまあちゃんとしてるということなんですね。さすが、さすが一流って感じなんですけど。でね。 あのまあ、私ごときが <laughs> そこから何を学ぶんだって話なんですけどやっぱね体のケアはやっぱ大事なんだなと思いましたそこはやっぱね才能だけの世界ではなないいんだなと思っていたりしま,すでまあ私はね別にスポーツそもそもやってないんでいや私がやってるのはねバイオリンなんですけどなんかね結構聞くのは、まあ、大人の方でバイオリン弾いて、まあ、私より上の世代の人にはなると思うんですけど やっぱこう、体的に長時間弾くのがきついまあ練習するのがきついとかって結構なるらしいんですねバイオリンですけどねでまあまあ私はまだそこまでの年齢ではないんですけど多分ねほっといたら私も多分そうなるんだなって思うんですよね何にもしないで、まあ、何歳ぐらいから来るんですかねまあ人によっては30代40代50代から一気に来るみたいな言うじゃないですか、まあ、いろんな年齢で言う人いると思うんですけど とね、あの、できることをやっとけばね、多少はなんとかなると思ったって、39歳でああいうことをできる人間がいるっていうことはですよ。まあ言ったら、スポーツではないですからね、楽器なんで、まあ。たかがバイオリンですから、ちゃんと自分でね、ケアさえしとけば、まあ今と同じぐらいで弾くことはできるんじゃまあ、私の,、ね、あの個人的な目標なんですけど、あの体的には、体的には、 あの60代まで今と同じぐらいの感覚で痛い,いっていう目標を持ってるんで <laughs>、目標です、あくまで目標なんですけど、まあ、ちょっとね、あの今回バスケを見てバスケ、バスケの試合自体素晴らしかったんですけど、それと同時にね、レブロンのプレーを見てあ、ちょっと自分も見習わなくちゃななんて思ったりした次第です。昨日からちょうどね、椅子ヨガっていうのをやり始めて、まあ、今日もやったんですけど、ツナもんやり始めたんで、体のケアしっかりして、あのー、なんだろうな、ある程度年齢になった時に、 言い訳してバイオリンをやめるのだけはやめようと思いました。言い訳してやめるのはやめる。つまり、まあ、なんかこう、体がもう痛くてできないっていう感じで挫折していくのはちょっと寂しいなと思ったんで、あのー、若いうちからね、体がちゃんと動くうちから、ちゃんとそういうケアをして、楽しく長くバイオリンを弾いていきたいななんて思った次第でした。今日は以上です。おやすみなさい。